ジャバーベ、アジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。今日は台湾が武漢肺炎のワクチンをドイツから入手できなかったニュース記事の和訳をしたいと思います。では早速、台湾最大の新聞社自由時報より、タイトル、ある勢力は台湾を喜ばせたくない陳時中が暴露、 BNT ワクチンはなぜ入手できなかったのか。本来台湾はドイツ BNT バイオエヌテックの武漢肺炎ワクチン500万回分を購入できるはずだったが、その後中国に阻止されてしまい、国内の国民党の政治家はそれを嘲笑い批判し始めた。中央疾病指揮センター指揮官の陳時中氏は今日17日、これについて初めての説明を行った。説明によると、もともとはすでに契約締結がされており、ニュース記事にもなっていたが、しかしある勢力は台湾が喜ぶ姿を見たくないとして、結果として購入できなくなってしまったとのこと。陳氏は今日テレビ局のインタビューに応じ、ワクチン問題を語った。陳氏は数ヶ月前にドイツから BNT ワクチン購入契約を締結し、記者会見を開き、多くの人がそのニュースを見ており、もともとは即座に交付しようとしたが、結果として状況に変化があったことを漏らした。その後、上海複製製薬公司がわざわざ台湾に BNT ワクチンが渡らないように阻止していたことが分かった。多くの国民党の政治家は中国からこの情報を知り得た後に、現政府を嘲笑っていた。陳氏は、これは我が国のワクチン接種をかき乱すもので、なぜこうなったのかというと、上海複製が自身の商業的利益を守るため以外にも、ある勢力が台湾が喜ぶ姿を見たくないからだと説明したが、陳氏はそれが誰なのかは述べていない。その後、陳氏はワクチン購入の進捗状況は機密にあたると説明したが、国民党の政治家と一部のメディアが隠蔽と不透明だと批判している。陳氏は何が起きているのか伝えるのが難しい立場にいる。陳氏は、台湾が WHO などの国際組織に参加しようとするたびに、いつももてあそばれているため、情報が確定後に交付すると述べた。はい、以上が記事の和訳でした。簡単に状況をまとめると、もともとドイツからワクチンを購入できるはずだったのですが、中国がドイツに圧力をかけて台湾に売ることを阻止した。そして台湾国内にもドイツからワクチンを購入することを望まない勢力がいることを陳時中氏が暴露したということですね。中国が圧力をかけることは想定内かと思いますが、ドイツがこれに屈したという点は予想通りという人もいれば意外だという人もおりました。なお、先月25日のニュースで TSMC の自動車向けの半導体が品不足になっているので、それをワクチン購入の際の外交カードに使うようシンクタンクが政府に助言していたというニュースがありましたが、おそらくワクチンが購入できなくなるかもしれないという動きを察知したシンクタンクが政府に助言したのかと推測されます。中国国民党は与党民進党が倒れるのであれば、もともと敵であった中国共産党と組むこともよしとしている傾向があり、またワクチンに関しても中国製ワクチンを台湾国民へ進めようとするくらい中共と仲良しになっている政党であることがお分かりいただけると思います。戦時中、日本軍に対抗するために国共合作を行ったように、今は民進党に対抗するために国共合作を行っているような感じでしょうかね。中国国民党は中国製ワクチンを台湾政府は購入するべきだと強調しており、ワクチン利権というものの大きさを改めて感じるニュースでありました。台湾の人口が2300万人なので、 BNT ワクチンを何回接種しなければいけないのかちょっとわからないのですが、もし1回だとすると約 20% ほどの人口をカバーできる500万回分は政治の世界に大きな影響力を持つ購入と言えると思います。ということで、ドイツとしても中共からの圧力、そして台湾国内にいる中国国民党のワクチン購入反対圧力があったために圧力に屈したものと推測されます。ただ18日、今日ですね、今日の朝のニュース、ロイターのニュースなのですが、バイオエヌテック社は計画通り台湾にワクチンを提供するという発表をしたというものがありました。
事実関係は一般素人には、まあ、確認できるものではないので不確定要素としなくてはならないのですが、もしかしたら先ほど述べたシンクタンクの助言を受けて現在品不足となっている自動車用半導体を交渉カードとして状況をひっくり返したのか、それとも反中の国際世論にドイツが歩み寄ったのか、もともと計画通りだったけど民進党が国民党を攻撃するために陳述中止を利用して悪いイメージを植え付けようとさせる会見を行ったかということが考えられます。ただもし民進党が国民党を攻撃するために冒頭のニュースを暴露したのであれば国民党が大反発すると思うのですが、それがないのを見ると交渉カードとして半導体を利用したのか、国際世論にドイツ側の気が変わったのかの2つかと思われます。いずれにしても台湾政府から具体的な BNT 社ワクチンの接種計画の発表がない限りは予断を許さない状況かと思います。民進党政府は中共によって国際組織から締め出され、さらには国内にいる中国国民党と数百万人というその支持者による突き上げという厳しい国家運営をよくやっているなぁと思うこの頃でございます。最後によく台湾を語る言論人がいますが、素人であるかどうかの見分け方があります。それは中国国民党をどう呼ぶかです。もし台湾国民党と呼ぶ人がいれば、その人は台湾に関してズブの素人だと言えることです。台湾の国民党は政府なのですが、台湾国民党と語っていたらそれはとても台湾通とは言えません。浅い知識で台湾を語っていると判断して構いません。なぜなら台湾人及び台湾に精通している人は国民党のことを台湾国民党と呼ぶことは決してございませんから。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。